バニラスカイ。女の子ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイもよろしくお願いしますと言いたいのですが、先週は私の、今日もねちょっと声枯れてますけどね、先週は全く声が出なかったので、うちの姫、娘のシノンにね、司会をお願いして、私は拍手係ということで、パチ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 ね、こう参戦しておりました。そしてゲストっぽく、ゲストのイシーさんをお迎えしましてね、バニラスカイ恒例の流れでしたが、3人でお届けしたのは先週が初めてでしたね。楽しかった。楽しかったので、ぜひアーカイブ放送も楽しくご覧くださいね。ご視聴くださいですね。ヨーコのオフィシャル YouTube は YOKO ヨーコ鹿児島で検索していただけますので、ぜひオリジナル曲のミュージックビデオやカバー曲アップしてますので、そちらもお楽しみください。では、今夜の1曲目。今夜はね、皆さんにほっこりとしたね、気持ちになってほしいんです。梅雨にね入ってきましたけれども、梅雨の時期はね雨嫌だなとかさ、まあいろいろあると思うんですけど、でもね、どんな毎日も皆さんにとって私にとって大事な一日なので、季節に左右されずに、あ、この曲聴くとちょっとほっこりするな、元気だな私みたいなね、そういう曲をね皆さんも一つ見つけてみてください。では私からのプレゼント、キス&ハグお聴きください。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ、この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な愛。幸せな君と僕のカレンダー、今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう、みんなが幸せでありますように、愛し合うことでこんなにも力が生まれるなら、みんなの思い集めて届けるよ、次の世界へ今ひとつになろう、この広い星の中に愛を伝えたい君がいる、何があっても心は抱きしめ合っているから、いつかこの日々が思い出になる時も、愛言葉は僕の中で生き続ける、
た。いつもありがとう。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな僕らを奮い立たせる愛。言葉は世界を変えていくために必要な愛。それでは今夜のゲスト、シノンをお呼びしたいと思います。なんだ今の。シノンです、どうぞ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。お願いします。先週は私が声が全く出ないばかりにずっとねラジオをお任せしちゃいましたが、ありがとうございました。どういたしましてでございました。あのね、すっごく嬉しいメッセージメールいただいてますよ。早速お読みします。ようこさん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。あなたのカズさんです。5月6日の放送はしのんちゃんが MC でしたね。びっくりしましたが、可愛いおしゃべりで微笑ましく拝聴しましたよ。ようこさん、喉の調子はいかがですか？どうぞお大事にね。5月8日は母の日でしたね。ようこさんはどんな一日を過ごしましたか？私はいつもならネットでお花を注文して送ってもらうのですが、今年はゴールデンウィークに県内に住む主人の母にカーネーションの鉢植えをプレゼントしました。また同居している自分の母にも近所の花屋さんでお花を買ってプレゼント。やっぱり直接手渡しの方が気持ちも伝わるし、もらった人の笑顔も見れるのでいいものですね。すぐにこの曲を思い出したら、歌詞が母が娘を思う、娘が母を思う曲に聞こえて、母の日にぴったりだと思いリクエストします。あ、リクエスト曲のことですね。今回の曲はスウィーティーをお願いします。福岡に引っ越してますます会えなくなった娘を思い、高齢のため外出は病院に行くくらいしかできない母を思い、歌詞をかみしめることにします。陽子さんもゲストっぽい、イッシーさんもしのんちゃんも体調に気をつけて頑張ってくださいね。それではまたお便りします。ごきげんよう。ということで、カズさんよりメッセージいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵な母の日になってよかったですね。なんかさ、母の日って言ったら、あの、私は娘がっていうか子供がお母さんにありがとうを言う日だと思ってたんですけど、今ね、あの、私の母もね、あなたもお母さんだからって言って私にカーネーションくださったりね、嬉しいよね。はい、そうだから、お母さんが、まあ、娘さんをね、まあ、子供さんに母の日だねって言える日が来るっていうのもすごく素敵なことですよね。うんうん、私は34にして14歳がおりますので、そういう経験ができてますけど、まあ、逆にさ、子供さんがいらっしゃらない女性もきっとお母さんはいらっしゃるはずなのでね。うん、そうそう、だからみんなが何かしらどういう形で、あの、母の日というものに触れることができると思いますので、これはまた女性特有のね、素敵なイベントですよね。はい、しーちゃんはね、いつもね、私のことをいろいろ気遣ってくれて、毎日が母の日みたいです、ママは。ありがとうございます。ありがとう。だってさ、いまだに、あの、カーネーションの芳香剤、うん、ね、なんかいい匂いがするカーネーションの形をしたものをキッチンに飾ってたりしてますね。しーちゃんからいただいた、覚えてる？覚えてますね。え、ちょっと、あの、日に焼けて色あせてきちゃってるけど、それでも可愛いから日焼けしないところに置いてますけどね、今はね。そう、やっぱね、嬉しいよね。お母さんになれてよかったな、ありがとうという思いでママもいっぱいです。そしてしーちゃん、先週に引き続き今週もありがとうなんですけど、はい、いつも出演するたびにね、しーちゃん
待ってたよっていう感じで迎えていただけて嬉しいですね、うん、ありがとうございます。では早速リクエストいただきましたスイーティーをお聴きください。愛してるずっとずっと I will love you forever ever 愛せるって知らなかったの。いつもそばにあなたがいて、どんな時も包んでくれる。その声も腕の中も全部私だけのもの。苦しいくらいあなたのリズムに負けそうで、何もいらないから。守り続けよう。愛してるずっとずっとあなたに愛されて強くなるこの世界ごと守れちゃうくらいに愛してる。スイーティーお聴きいただきました。しーちゃんどうぞ。愛してるバカにしてるでしょそれ。してませんよ、よく聞いてください。ルンって言ってますか嘘言ってるけ。はいちょっと巻き戻してピッどうぞ。はい、愛してる愛してるんってぬんって何ぬんって言ってないと思ってたけど、でも今ねまじまじとね聞いたらね、その歌い方の方がなんか可愛くていいねありがとうございますもう一回歌わせたくなっちゃう。いやもういいもういいですよあ、じゃあ、来週もお楽しみに。愛してるんでもさ、しーちゃんはあ、これ言っていいのかな、言っていいのかなって言って、え、変なこと言う気あなたみたいな顔はやめていやもうダメですよね。ダメですかね。何を言おうとしてる。うちの娘はシノンでしょ、はい、で私はヨウコでしょ、はい、うん、そしたらさ、愛してるよっていうのを、あ、ね、てるよって私には言って、シノンはてるよって言ったら、私はてるよじゃないって、じゃあなんて言うの、てるみです何そのてるみちゃんって言って、てるみって言うんだよね、うん、でもお友達とかの前で電話してて、うんうん、お母さんからママからてるみって言われたら、てるよなんて言えるわけないじゃないですか。だからうんってはいはいみたいな。あ、そうか、そういうっていうことは、こっちから愛してるの発信をした時にシノンは全部愛してるって返してくれてるっていうことでしょ。だってどんな場合でも、はい、うんとか、うん、はいとか、オッケーとか言われても、だから冷たく聞こえても周りに人がいるから。あ、そうね、それはそうだ、恥ずかしいから。でも、ね、
まあ返さないといけないから、うん、返さないといけない。だって私なんて大きな声でシノンを送った時とかもさ、いってらっしゃい、気をつけてね、テルミちゃんって言うからね恥ずかしげもなくおテルミ、いってらっしゃいって恥ずかしげもなく。他の人からしたらさ、シノンじゃなくてテルミちゃんっていう名前だと思われるよね。ですねあ、しまった、うちの内緒の話をしちゃったね。うん、あ、あ、ダメですよ、ほんとに。あの、ここカットで、うん、お願いします、お願いしますっていうか、みんな聞かなかったことにしてって言えばいいんじゃない。あ、みんな聞かなかったことにしてください。お願いします。ます、ます、テルミちゃん。お、いいね、公共の電波の上にテルミあの、全国のテルミさんすみません、あの名前をね、あの愛称を込めて使わせていただいてます。ありがとうございます本当に聞かなかったことにしてください。まあ、なんだろう、都市伝説ばりのうちの中の秘密みたいなのはさ、うん、多分各家庭にあると思うんだよね。それがさ、こう外には言えないことっていうのもさあるとは思うけど、その内容がさ、可愛いお家とかも結構あると思うんだよね、うん、ぜひあのそういうことがあるよっていう方はあの募集してますんで、バニラスカイ宛てにお願いいたしますお願いいたします宛先は797@fmギノワン.com 早い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 ね、もうお待ちしてますよ。もうひょうこちゃんもしのんちゃんも変な話大好きねそうそう、私あの KKB 鹿児島放送さんで5月28日にもあのアコースティックでピアノ北園真由美さんとね生配信ライブをするんですけれども、今回はねちょっと趣向を変えまして10回開催記念と題しまして、うんうん、あのいつもはね無料配信してるんですけれども、あの2000円のチケットを購入いただきまして、うん、KKB さんの公式アプリカプリよりご視聴可能というシステムになっております、うん、でね、その時にリクエスト曲を募集してるんですよね、うんうん、なのでぜひね、あのリクエストありましたらね、メッセージを添えてチケット買っていただきたいなと思っております。お願いします、はい、ちなみにしーちゃん何かリクエストあります？どんな曲でもいいんですか？どんな曲でも、うん、カバー曲でも自分の曲でも何でもいいんですよね。今度はあ、お友達からリクエスト曲をお願いされたんですけど、お YOASOBI さんの、はい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 、夜にかけるを歌ってほしいと。ちゃ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 、あ、そうそうそう。なんでちゃっちゃの歌詞わかんないじゃん。あ、でもね、さっきちょっと鼻歌でママ歌ってたよね。うんうんうん、落ちてゆくようにだっけ。沈むように抜けてゆくようにです。そうだね。だけの空が広がる夜に。ですです。夜にか、はい、いい曲だよね、うん、あ、すごくさ、あれさ、もうピアノとかさあのまま弾かなきゃいけないみたいなカチッとしたフレーズだよね。もうだってドレミで聞こえてくるもん。すげー、これ完コピしてみたいって思うけど、よかったピアニストじゃなくてって思うくらいね歌い手だからね、うん、そうそう、そこら辺ざっくりとして弾けるけど、うん、って言ったら真由美さんにすごくプレッシャーをかけるみたいな感じですよ。ですよね、うん、お願いします。おれまゆみさん、この放送聞いてくださってるかな。ママはお願い式なんけど、あの夜遊びね、はい、の、夜にかけるリクエスト1曲目いただきましたね、はい、ぜひあのもしかしたら歌うかもしれません。ようことまゆみさんバージョンなのでね、他では聞けない。まゆみさんも歌うんですか？まゆみさんはまゆみさんはピアノを弾いてくださるんですよ。あ、この放送ぜひまゆみさんに聞いていただいてね、あの、はい、シノンが無茶ぶりをいっぱいしてるということをお伝えしたいと思います。私のせいではありません。いや、せめてお母さんのせいに。お母さんのせいにも丸げ声だよ、しーちゃん。あのさ、しーちゃん、はい、しーちゃんはママが言いたいことをどっかに持ってってくれてね、ママは何を言おうかなって今思い出し方、ん、思い出し方って言わないよね、沖縄はね。思い出そうとしてますよ、こう今。何を言おうとしたんだっけ。まあ、ひとまずアコースティックライブが5月28日にあるでしょ。はい、でそれが、リクエスト大会みたいなね、特別編なんですよね、うんうんうん、そうで、しのはその日はいるよね。いないか。その日はいるんですけど。いるの？え、何がですか？28日出演してくれるの？歌ってくれるの？出演できません。できないね。次の日が忙しいのでそうだね、次の日がもう本当に英語検定じゃない？英検です。
なので皆さん一応シノンも勉強するんですよ。一応ですよ、一応ちゃんと言いましたよ、一応一応ね、うん、一応頑張ってね。ガリガリガリじゃないけど、ガリガリ弁ガガ弁ぐらいガリ弁じゃないんだ、ガガ弁ぐらい。いや、壁にしてくれ。もうしっかりしてしーちゃん頑張ってくださいよ。あ、まあ頑張ってるから頑張ってとは言いたくないね。ただその29日はね、楽しく勉強できるように、うん、いいね、そういう心を持ちでいけたらね。前の日はさすがに勉強しないと、うんうん、次の日は本当にそうだね、うん、まあしかも28日も普通に学校だしね。ですよ、うん、ね、ですね。では皆さん、こんな陽子とシノンがお届けしてきましたバニラスカイ、久しぶりにバニラスカイという私の曲をお聴きいただきたいと思います。バニラスカイ。バニラスカイ、皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛にお願いいたします。お願いします。ほんとね、先週助かったね、ありがとう。またママの代わりに DJ してください、お願いします。はい、すごい、まあいい返事だね。お願いします、てるみ。あ、はいでもね、皆さん今週も皆さんらしくめちゃくちゃハッピーでありますように。何今噛んだねみたいな顔したね。バレましたねしっかり話してみたいな顔したね。ですよ、ちゃんとしのに言ってるのに、ごめんごめんちゃんと話してごめんね、ちゃんと話します来週は、来週まで待て、来週はもっともっとね、ハッピー要素を増やしてお届けしたいと思いますので、ぜひ来週もお付き合いくださいね。ね、なんやねん、本当にもうなんやねん、なんですかあなたはうちのうちの可愛いてるみちゃんでございましたが、ぜひね皆さんも母の日、私ね娘がいてくれるだけで嬉しいなって思ったんです。本当ね、お母さんって呼んでもらえて嬉しいなって思いました。なので皆さんも些細なことでも
もっともっと皆さんらしくハッピーでありますようにって陽子は祈ってます。そして何よりも1週間はめちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。ね。それではゲストシノンでした。ありがとう。ありがとうございました。では一緒にせーの、バイバイハッピー。